シャトランジのコマシャトランジは、かつて中東で刺されていた、将棋類であり、二人で行うボードゲームの一種である。日本の将棋や中国のシャンチーとは、同じ系統に属する。14世紀ペルシアの宮廷で行われていたシャトランジの様子現在、西洋を中心に遊ばれているチェスは、古代インドで、チャトランガという名前で遊ばれていたゲームに起源を持つ。それが最初は4人制だったのか、 二人制だったのか、もしくはサイコロで遊ぶ競争ゲームだったのかは分かっていない。いずれにせよ7世紀までにサーサーアンアサ、ペルシャに伝播し、そしてさらに、ニハーバンドの戦いでサーサーアンアサを駆逐し、滅亡に追い込んだイスラム教徒の帝国に伝達されたのは確かである。そこで、チャトランガという名は、アラビア語に名まって、シャトランジとなり、アラブ地域で広く楽しまれるようになった。 その後、シャトランジは、アンダルスやコンスタンティノオープル、シチリアを経由して、あるいは、カスピ海沿岸からロシアをめぐって、イスラム世界からヨーロッパへと伝わりチェスとなった。イスラム世界におけるシャトランジの実態としては、例えば、千火世物語の、オマール・アル・ネマーン王とその意味じき二人の王子に、シャール・カーン王子が競技中に、アブリザ女王の顔を見すぎてしまったために、像の場所に馬を置き、 馬の場所に像を置くのでした。という表現がある。同じく、ザイあるルマは主婦のコの恋には、黒炭と造毛作りで、四隅が金の将棋版、駒は、クレナイと白、赤い駒は、ルビー細工で、白い駒は、水晶細工でした。とあり、一番あたり百ディナール、千ディナール、さらに店や、家や、庭や奴隷をかけて刺されていたことが伺える。また、 ファーティマ朝カリフのハーキムは、ヒジュラ歴402年に、シャトランジを禁止し、バンを焼く命令を出した。このように、イスラム世界には、王族や高貴な階層だけの遊びではなく、民衆にもシャトランジが普及した様子がうかがえる。そしてどうやら、賭博の要素も含まれていたようである。コマの数は6種類16個で、チェスと構成は、大体同じである。 初期は、染料が入手しやすかったために、赤と黒に色分けされ、黒側が先手であった。後に、赤と白、ついで赤と緑となり、最後に白と黒になる。しかし、この色分けは、様々な系譜があり一様には進展しない。駒の種類は、以下の通り。シャー、王を意味するペルシャ語、すべての方向に一歩ずつ動く。ジスのキングに相当する。フィルズ、または、 わずいる、小、大臣斜め四方に一歩ずつ動く。ペルシャ語の、ファルズイーにより、フィール、ゾウ、斜め四方に二歩ずつ進み、間にある駒を飛び越える。左右上下斜め八方に二歩ずつ進むと主張するある、アドリーというマスターもいる。チスのビショップに相当する。ペルシャ語の、フィールより、ファラス、馬を意味するアラビア語、八方に、カツラ馬飛びする。 ジスのナイトと同じ動き。ペルシャ語では、アスブ、ルフ、戦車、上下左右に、他の駒に進路を妨げられるまで動く。ペルシャ語の、ロフより、ジスのルークと同じ。倍額、不評、前に一歩ずつ進むが、ジスのように初手で二歩進むことはできない。敵陣の最終列に到達するとフィルズになる。大臣以外の駒になることはできないが、聖大臣の数は、 無制限である。チスのポーンに相当する。前の敵駒は取れず、斜め前の敵駒を取ることができるのも、ポーンと同様である。ペルシャ語のピアーダより、この駒が像の外、あるいは塔の外に配置される場合がある。動きは、斜め四方に動けるだけ動くクイーンのような動きで、駒を飛び越すことができる。駒の形は、偶像崇拝を禁じているイスラームの教えのために、 抽象的である。ルークは、頭が、M 字型、ファラスがバト頭系のタワー円筒を形をしたコマを、大きさで区別している。地スにおけるキャスリングやアンパスさんといったルールはなく、代わりに、シャームンバド、または、ムフラードと呼ばれるルールがあり、これは、王の他にコマがない状態である。そして先手は王を左に大臣を右に置き、後手は王を右に大臣を左に置く。これは、 シスとは逆である。また、王手のことは、シャーマートと呼ぶ。ペルシャ語で、王は神画であり、これがなまって、チェックメイトになったと言われている。このシャトランジは、大衆に人気があり、ハフス、アルアドリー、アルラーズイ、アルスーリー、アルラクラーク、イシノアブールアッパー、アスサクラジアルラブラーク、アブイサークイブラーヒムなどの名人たちが台頭した。その他のマスターや愛好者に至っては、 埋挙には暇がない。また、アラブ世界では気力によって5段階の階級が定められ、最高の9はアリーヤと呼ばれ3名が定員で、あるアドリー、アル・ラーズイ、アル・スーリーといった名手がその地位についた。2番目の9はムタカ・アリバートといい、アリーヤに10曲中に4曲勝つことでこの階級になることができ、10曲中7曲以上勝てれば、 アリーヤになる資格が生じる。それ以下は順に大臣、またはフィルの駒落ちで3番目の Q、ファラスの駒落ちで4番目の Q、ルークの駒落ちで5番目の Q となるが、名称は不明である。例えば、アラビア語には CH の音がないありがとうございます。